本多正信は1538年三河の国現在の愛知県安城市で生を受けました。徳川家臣団から嫌われていたことで有名な本多正信ですが、主君の徳川家康からの信頼は厚く、江戸幕府の中枢で政権運営に携わりました。本多正信ゆかりの史跡は築地本願寺です。京都にあった本願寺は本多正信の提案で東本願寺と西本願寺に分かれました。東京の築地本願寺は1617年に創建されまして、西本願寺の直轄寺院になります。また正信のお墓は西本願寺にあります。